無能なクズ嫁の分際で俺様に歯向かった罰だ。ゆうやは叫ぶなり、私を物置小屋の中に放り込んだ。私は転がっていたものに腰をぶつけうめく。その間にゆうやは扉を閉めてしまった。物置小屋の中は一瞬にして暗闇に包まれる。私は扉に飛びついた。どんどんと扉を叩く。しかし扉は開かなかった。ゆうやが外側から何かしたらしい。扉は重く、私は絶望感に支配された。こんなことになったのは私が悪いのだろうか。いや、ゆうやの女性関係の派手さには付き合っている頃から気づいていた。けれども目をつぶってきた。ゆうやが好きだったから。それでも限界はある。それが今日だ。浮気のことをゆうやに詰め寄ったら逆上されてこのありさまである。許さない。私は何があってもここから出てゆうやに目に物を見せてやる。しかし肝心な策が浮かばない。燃えたぎる感情を持て余していると扉が開く音がした。私は田中泉、44歳の主婦だ。5つ年下の夫ゆうやと2人で暮らしている。子供はいない。ゆうやが望まなかったのである。私は母親になることに憧れを持っていたが、結婚した時すでに35歳と妊娠しづらい年になっていた。でも今思えば子供はいなくてよかったのだろう。ゆうやは父親としては問題がありすぎるし、私も今の精神状態で我が子と接するのかと思うとゾッとする。ゆうやと出会ったのは12年前。私が32歳に対してゆうやはまだ27歳と若かった。元は職場の後輩で、先輩先輩とよく慕ってくれた。私はすぐにゆうやに惹かれていった。彼は容姿も整っているし明るくて人懐っこい。だが私はお世辞にも美人とは言えない方で、年齢差も考えれば望みはないだろうと思っていた。そんな矢先にゆうやの方から告白してきた。私は信じられなかったけれど嬉しくてすぐに OK してしまった。こうして始まった交際は最初こそ順調だった。ゆうやは私が年齢や容姿に劣等感を感じていることを汲み取ってくれて、そんなことは気にしなくていいのだと言ってくれた。私は幸せだった。ゆうやが私を恋人に選んだ理由は謎だったけれども、彼も私のことを好きなのだと思えば全て解決のような気がしていた。だけど甘かった。交際1周年を機に次第にゆうやの本性が明らかになってきた。ゆうやは財布を忘れたといつも同じ言い訳をして、デートにかかるお金を全額私に支払わせるようになっていった。それまでは割り勘で済ませていたから経済的にはなかなか痛かったし、何より決まって同じ理由でお金を払おうとしないゆうやを不誠実だと感じるようになった。ある時私はゆうやよりも先に、お財布忘れちゃったと言ってみた。待ち合わせ場所にやってきてすぐのことである。ゆうやは即座に言った。取りに行きなよ。いえ、近いんでしょ。近いってここまで電車で来たのよ。無理に決まってるでしょ。ふーん、そっけなくうなずいた後、ゆうやは私に背を向けた。ゆうや、お金ないんじゃデートできないでしょ。今日は解散。ひらひらと手を振って人混みの中にゆうやは消えていった。私は呆然と彼を見送るしかなかった。私はゆうやとの交際に不安を覚えた。彼と付き合っていても私は幸せになれないのではないか、そう思ってもゆうやから離れることができなかった。私はゆうやを含め2人の男性としか交際経験がないのだ。最初の1人は学生の頃で、付き合って半年も経たないうちに別れてしまった。相手に別の女の子ができたのだ。
優也に関しても、彼は社内の女性から人気が高い。本人もそれを分かっていて、言葉巧みに女性たちに仕事を押し付けたりしている。私には今のところ仕事を押し付けてくるようなことはなかったが、いつ彼が心変わりするのか。私はどんどん臆病になっていった。それ以上に優也に依存するようになった。優也が笑いかけてくれる、甘い言葉をかけてくれる、それは私だけの特権なのだと思い込むことで、どうにか日々をやり過ごしていた。だけど私のそうしたすがる思いを優也は理解できなかった。ある日の社内で、私は優也が他の男性社員と話しているところを聞いてしまった。泉？ああ、付き合ってるけど。今のところ一番マシかな。年は上だけど、デート代は払ってくれるし、たまに時計とかプレゼントしてくれるしさ。結婚するなら泉が良さそうだなって思う。他の二人は金遣いが激しいから論外。三人。優也は私の他にも二人の女性と交際していた。私は密かに探偵を雇った。この後に及んで、あれは聞き間違いだったと証明したかったのだ。だが現実は無情だった。優也の恋人は社内に一人、もう一人は得意先に勤めている女性であった。結局私は悩んだ末に、優也の交際範囲の広さについては目をつぶることにした。優也は私を結婚相手に選んでくれた。それは私が優也に尽くし、彼のわがままにも文句を言わなかった結果なのだろう。私は結婚さえしてしまえば、優也の悪癖もなくなるのではないかと信じていた。しかし結婚後はかえってあからさまに家を空けるようになった。調べればいつも優也は30代の前半から半ばの女性とばかり付き合っている。経済的に依存すること、そして相手の女性が抱く劣等感から自分に尽くしてくれることが彼にはたまらなく魅力的なのだろう。優也の交際相手に伊藤幸という女性がいた。幸は自分が騙されていると知ると真っ先に私に謝りに来た。本当にごめんなさい。優也さんは自分は独身だと言っていて。いいのよ、お互い被害者なんだから。私は静かに言った。幸は35歳、私が結婚した年だ。優也とは2年前から交際しているという。女性にとっては大事な時間を優也に費やしてしまったことになる。彼とは真剣に結婚を考えていたというから余計に哀れだった。幸は優也と別れることを約束した。私は幸に何かあった時力になると約束したのだった。その日優也はそわそわしていた。明日から沖縄に2泊3日の社員旅行なのだ。準備を済ませると優也は早々に部屋に戻ろうとした。夕飯の片付けをしていた私はふと口を開いていた。幸さんと話をしたわ。は？誰だそれ、と優也は首をかしげた。あくまでも知らないふりで通すつもりのようだ。私は探偵から受け取った書類をテーブルに広げて言う。ずっと気づいていたの、優也が大勢の女の人と付き合っていたこと。泉、お前何やってるんだ。優也は逆上した。そうだよ、お前が調べた通りだ。でも何が悪い。俺はこいつらにいい夢を見せてやったんだ。その見返りを得るのが当然だろ。幸さんは傷ついてた。ここで一緒になって送り出してはいけない。私は冷静さを保って言った。優也が結婚してくれると信じていたそうよ。じゃあ泉が俺と離婚するか。それなら考えてみなくも。いや、やっぱりダメだな。あいつ気が利かないし、もっといい条件の女なら他にいるだろう。優也。私はショックだった。逆上されたことについては正直予想の範疇だったけれども、平気で離婚の話をしたり幸を天秤にかけて面白がるような男だったなんて。ま、何にしてもだ。泉、
俺に逆らったからには分かってるよな。え？わけが分からなかった。悪いことをしていたのはユウヤだ。それなのにユウヤはさも私がルールを破ったかのように振る舞う。私の腕を掴んで強引に立たせると縁側から庭に出た。向こうにあるのは物置小屋だ。何事かと思っていると物置小屋の前で足を止める。そのまま扉を開けるなり私を放り込んだ。無能なクズ嫁の分際で俺様に歯向かった罰だ。ゆうやは叫ぶなり私を物置小屋の中に放り込んだ。私は転がっていたものに腰をぶつけうめく。ゆうや、冗談でしょ。そう言って私が振り返ろうとした時にはゆうやは扉を閉めてしまっていた。私は愕然として扉に飛びつく。儚い。ゆうやが外側から何かしたらしい。そこで反省してろ。俺は出かけてくる。待って、ゆうや待ってちょうだい。そんな、こんなところに閉じ込められたら。反省どころの騒ぎではない。喉が渇くだろうし、お腹だって空いてくる。ここから出られなかったら、私は干からびてしまう。それにゆうやは明日から社員旅行だ。3日間も放置されたら私はどうなるのか。すぐに出してもらえるのではないかとも思った。だがゆうやの足音は遠ざかっていき、それきり庭は静かになってしまった。物置小屋には窓がない。扉を閉められてしまったせいで私がいる内部は真っ暗だった。心細さが足元から這い上がってくる。私はそんなに悪いことをしただろうか。ゆうやの強硫さは知っていた。しかしここまでだとは思わなかった。ゆうやは私がどうなってもいいのだろう。ひょっとしたらこのまま本当に私を閉じ込めたまま旅行に行ってしまうかもしれない。その時である。あの泉さん。控えめな声がした。私はハッとする。扉が開いた。そこに立っていたのは幸。ゆうやの元恋人であった。幸は私に会いに来たのだという。けれどもインターフォンを鳴らしても反応がなく、庭の方が騒がしいものだから様子を見に来たらしい。ゆうやさんが泉さんを閉じ込めるところを隠れて見ていたんです。ひどいことを。いいのよ。あんな男だと分かっていて一緒になったのだから、これは自業自得だわ。私は自分に言い聞かせるように言った。それより助かったわ。あなたがいてくれてよかった。よかった。私はゆうやさんとお付き合いしていたんですよ。泉さんのことを軽んじていたんです。それは違うわ。私はゆっくりと首を振った。あなたは何も知らなかった。本気でゆうやのことが好きだった。それだけだったんでしょ。私と同じだわ。泉さん。幸は泣き出しそうになり、慌てて手の甲で涙を拭った。そんな彼女に私は言う。幸さん、助けてほしいの。私と一緒に優也に立ち向かってくれる？え？幸は驚いた様子で私を見る。優也さんに立ち向かうって何をする気なんですか？それはこれから話すわ。私は幸を手招きした。作戦を話すと幸はまた驚いた顔で、けれどもうなずいてくれた。ゆうやは友人の家に遊びに行っているらしい。家に姿がないのを確認すると、私と幸は家に戻った。作戦の始まりはゆうやの帰宅とともに。私を閉じ込めた1日と社員旅行の3日間が過ぎた。ゆうやが庭に出てくる。まさか大丈夫だよな。物置小屋の前でそうつぶやいている。冷静になって自分がやったことの大変さが理解できたのだろう。もう遅いが。おい泉、反省は終わりだ。もう出てきていいぞ。ゆうやが物置小屋の扉を開けた。その瞬間、ゆうやの表情が凍りつく。彼は自分の目を疑うように目をこすり、もう一度物置小屋の中を見た。結果は変わらなかった。はっ。
お前誰？ゆうやの目の前には私ではない女が膝を抱えて座っている。ゆうやの認識としては私はずっと閉じ込められていたことになっている。途中で服装や髪型が変わることはありえない。女が顔を上げる。ゆうやの顔がさらに引きつった。サチ、何やっているんだ？お前、泉はどうした？私ならここよ。私は隠れていた物陰から姿を現す。同時にサチが立ち上がる。二人の女に包囲される形になったゆうやはうろたえて私とサチの顔を交互に見合った。お前ら何のつもりだよ？安心して、閉じ込めたりしないから。ただ落ち着いてサチさんの話を聞いてほしいの。サチの話？ゆうやが顔をしかめ、サチはひるんだように後ずさる。それでも彼女は逃げなかった。口を開き一気に言った。ゆうやさん、私を騙していたあなたに慰謝料を請求します。なんだと？ゆうやは例によって怒り出しそうになったが、どうにか踏みとどまった。その様子を見届けてから今度は私が言う。ゆうや、私と別れて。もちろん慰謝料は払ってもらうわ。お前まで二人とも揃ってどういうつもりだ？あなたは女性に夢を見せていたんでしょ？その見返りとして女性たちから献身を受けた。でもそろそろ現実に帰るべきよ。そうだ、これが私たちの下した決断。ゆうやに経済的な罰を下す。これだけで終わりではない。ゆうやのスマートフォンが鳴った。もしもし、親父、今大変なんだよ。後でかけ直すから。え、今すぐ泉に謝れって。まさか、親父。お父さんたちには全て話したわ。ゆうやの顔が真っ青になる。それからは怒涛の勢いで時間が流れた。ゆうや。義父が実家から駆けつけ、息子であるゆうやを激しく叱りつけた。私はこれまでに探偵から受け取っていた資料のすべてをコピーして義父に送っていた。話は泉さんから聞いた。なんてやつだ。お前とは今日を限りに絶縁だ。そんな親父。ゆうやは泣いて自分の父親を見た。だが義父の決意は固いようだった。義父はゆうやに掘りかかっている二人の女性への慰謝料をすべて一人で支払うように命じた。そんな親父、無茶を言わないでくれ。ゆうやは義父にすがりついた。頼むよ、この通りだ。俺は心を入れ替えるよ。だからせめて半額だけでも持ってくれないか。黙らないか、見苦しい。無駄なことだった。泉さん、すまなかったね。お調子者の息子だが、ここまでひどいとは思ってもみなかった。もう金輪際、息子が関わらないようにするから。お気になさらないでください、お父さん。義父は私に何度も頭を下げ、やってきた翌日に帰っていった。ゆうやは私と幸が雇った弁護士から多額の慰謝料請求を受け、大金を支払うことを余儀なくされた。ゆうやの悪評はあっという間に私とゆうや両方の親族に知れ渡った。口々に絶縁をささやき、それはついに職場にも及んだ。職場をクビになった？そう。私は淡々としている。ゆうやはうなだれたまま震える声で金は払えないと繰り返した。仕事がないのにどうやって払えって言うんだ。親戚からも縁を切られて八方塞がりなんだ。そうなの、ゆうや。あなたが私を閉じ込めた時、私が感じたのがその感情よ。どこにも行けない、何もできない、八方塞がりで闇の中に取り残された絶望感。その絶望を今ゆうやが味わっているのだった。ゆうやが知らない事実が実はもう一つある。幸は妊娠していたのだ。私は驚いたけれども、それ以上に彼女を祝福した。おめでと
シングルマザーでやっていくのは大変だと思うけど、頑張って。ありがとうございます。私、いい母親になれるように努力しますね。私たちはユーヤの罪を子供に背負わせる気はなかった。この子には母親のようにまっすぐに育ってほしい。同時に思ったのは、私も自分の子供を諦めずにユーヤを説得していれば、家族がもう一人いたのかもしれない、ということだった。私は子供が生まれたらぜひ会わせてほしいと幸に言い、彼女を見送った。子供か。私は猛烈に自分も子供が欲しくなってしまった。考えた末、生活が安定したら養子を取ることに思い至った。ユーヤが追い出される形になったので、私は変わらずに家に住んでいるし、近所にパートを募集しているコンビニやスーパーがある。よし、私も頑張るか。目的のできた日々は以前よりも生き生きとしていた。仕事先でも親しい人ができて、お互いに励まし合う喜びを知った。ユーヤは私を助けてくれたことなんて一度もなかったから、助け合うという感覚がまず新鮮だったのだ。そして念願の養子縁組。手続きや準備するものが多くて大変だったけれど、私は少しも苦に感じなかった。私は出会ったのだ。血のつながりはないが、確かに私の子供に。一目見てわかった、この子だと。その子も私を母親と認識してくれた。無邪気にママと呼んで慕ってくれた。ユーヤ、あなたは知らないだろうけど、子供を持つ喜びはこんなにも大きいのよ。これが私の復讐。新たに出会った娘と共に自分の人生を歩んでいくこと。ユーヤの甘い言葉に肯定してもらうのではない。自分で自分を認めて信じてあげるのだ。人として、母親として。最近いつも楽しそうだねと勤め先の店長が言った。店長は39歳、くしくもユーヤと同い年だ。だが店長には垢抜けたところがなく、真面目でちょっと容量が悪いところがあった。要は少しも似ていないからこそ、ユーヤと同い年の男性にも心を開くことができたのだろう。仕事にもすぐ慣れてくれたし、泉さんは頼りになるな。そんな、店長の教え方が良かったんですよ。そう言って笑う。すると店長はなぜだか頬を赤くして視線を泳がせた。泉さん、今度のお休みって予定ある？その日は娘と遊園地に行くことになっていますね。ああ、そっか。邪魔したら悪いしな。じゃあその次の休みは？店長、どうしたんです？私はなんとなく気づいていた。店長が私を見る目は優しい。それがいつの頃からか、落ち着きをなくして別の感情が隠れているようだった。今ならわかる。それはかつて私が優也に向けていた目で、感情なのだろう。店長は深呼吸をすると一気に言った。泉さん、僕とお付き合いしてください。店長。まさきです。まさきさん。私は店長のことを名字でしか知らなかった。下の名前は初めて知った。この一件から、店長、まさきは私の交際相手となった。娘も最初のうちは警戒していたが、何度か会ううちに親しくなっていった。ある日、家で美穂とお茶菓子を楽しんでいると、インターフォンが鳴った。美穂が、はーいと返事をして、玄関に走っていった。そうして、機嫌な顔で戻ってくる。ママの知り合いの人だって。どんな人？背が高い男の人。その言葉に、私はぎょっとした。思い当たる人物は一人しかいなかった。私は美穂に、出てきちゃダメよ、と念を押した。危険な人なの。わかった。美穂も私の緊張を察知して、可愛い顔を不安そうに歪めた。大丈夫、ママは負けないから。
そう言って美穂の頭を撫でて、私は玄関へと向かう。予想通りの人物が立っていた。誰だ、あの子。最初の言葉は挨拶ですらなかった。ゆうやらしいと思いつつも、私は何の用なのと彼に聞いた。金貸してくれ泉、見ればわかるだろう。確かにゆうやは一目見てボロボロの身なりになっていた。あれから職らしい職にありつけず、友人知人の家を転々としていたらしい。そのうち泊めてくれる者もいなくなり、路上で寝起きするようになったのだという。あなたに貸すお金はないわ。おい泉、随分と偉そうになったな。これで俺に勝ったつもりか。人生は勝ち負けではない。そういったところで優也には理解できないのだろう。哀れみなどない、ただ呆れるばかりだった。優也が一歩にじり寄ってくる。泉、頼むよ、これで最後にする。俺は二度と顔を見せない。他の県に行ってやり直すんだ。そのための金なんだよ。私はため息をついた。二度と姿を見せないでくれるのはありがたい。だからといってこの男を助けるのか。ママ。美穂の声と足音がした。私が慌てて振り返る。来てはダメよと美穂に伝えたが、美穂は足を止めない。ママを困らせないで。お金なら私があげる。そう言うなり、美穂は五円玉を二つ優也の手に握らせた。優也は呆然と瞬きをしていたが、やがてその場に崩れて泣き出した。子供の無邪気さ、それはかつて優也が拒絶した幸福の形だった。美穂が来年小学校に上がるので、ランドセルを見に行った。まさきも一緒だ。三人で店に入ると、店長が仲のいいご家族でと言ってくれた。美穂は誇らしげに笑い、私とまさきは顔を真っ赤にした。ママ、私この色がいい。どれどれ。美穂が選んだのはオレンジ色のランドセルだった。活発な美穂にはよく似合うだろう。これは僕からのプレゼントってことで。あら、ダメよ。まさきの抜け駆けに私は反論を試みる。一生に一度のプレゼントなんだから、私から贈りたいの。じゃ、二人でプレゼントしてよ。美穂が屈託なく言った。私とまさきは顔を見合わせうなずき合った。そうしよっか。ええ、そうね。そうして二人で半額ずつを出し合い、新しいランドセルを購入した。美穂は喜んでランドセルを一日中手放さなかった。寝る時にもランドセルを抱きしめたままだった。一方、私はまさきからある相談を受けていた。式場のことなんだけど。私、結婚式はしなくていいわ。ゆうや、前の夫の時にもしなかったし、もうドレスが似合う年じゃないもの。そんなことないよ。僕は泉さんのウェディングドレス姿が見たいんだ。まさきはそう断言した。とにかく結婚費用を苦にして結婚指輪さえ買ってくれなかったゆうやのことを思い出す。まさきは違った。指輪とともに私にプロポーズをしてくれた。今は結婚式に向けて費用を貯めている最中だった。ドレスを着たまま美穂も見たいだろ。うん。まさきはちゃっかりと美穂を味方につけている。私は笑顔で降参するしかなかった。結婚式に向けて私はダイエットを敢行した。努力の甲斐あって希望のドレスを着ることができて、私も嬉しかった。式を提案してくれたまさきにはいくら感謝しても足りないぐらいだ。そのまさきは結婚式の最中に感極まって泣き出し、友人や職場の者たちを困惑させた。私はまさきを落ち着かせる役に終始する羽目になったが、式自体は素晴らしく記憶にも強く残ることとなった。式の後、私は優也と暮らした家を売却した。思い出はあったが、それらはすべて優也との嘘に満ちたものだった。まさきの住むアパートは狭かったが、私たちの再出発にはふさわしいものに感じられた。部屋の中心には結婚式の写真が飾られた。
私もまさきもカメラに向かって照れくさそうに微笑んでいる。美穂は小学校に入学した。明るい性格のおかげですぐにクラスにも打ち解けたようだ。学校から帰ってくると授業での武勇伝や友達の話をしてくれる。私かけっこで1位だったのよ。すごいじゃない。さすが私とまさきさんの娘だわ。美穂だけではなくまさきも照れていた。私はこの二人と出会い家族となれたことを心の底から感謝している。かつての私の人生は優也のご機嫌を取り優也に依存することで成り立っていた。私の人生でありながら優也のための人生のようになっていた。今は自分のために人生を歩けている。自分ばかりではない。まさきのためであり美穂のためでもある。その未来は明るく輝いていた。